株式会社グッドスマイルカンパニーは、日本のフィギュア、玩具などの企画、制作、製造、販売を行うメーカー。愛称は、グッスマ。設立から2012年4月までの社名は、有限会社グッドスマイルカンパニーであった。バンプレストの社員だった、アンゲータカノリが2001年に、イベント運営会社、タレント事務所として創業。当初は、釣り具店。 フィールドショップ、釣り侍の運営も行っていた。その後、マックスファクトリーの補佐業務を経て、ホビー事業を、事業の中核に据え、現在は、玩具フィギュアの企画、製作、製造、販売のほかアクセサリー、雑貨の企画、製作、製造、販売、玩具フィギュア、雑貨、アクセサリーの販売受け負いなども行っている。なお、 宝とミーの関連商品なども手掛けている。フィギュアは、自社製品以外に代理店業務として、マックスファクトリー、アルター、フリーイング、海洋堂など、各社の商品を扱っている。特に、マックスファクトリーとは長らく補佐業務や、販売受け置いを行ってきたことから関係は深く、ワンダーフェスティバルをはじめとする、各種展示会、イベントには、 マックスファクトリーと共同で出店しており、本社も2012年6月までは、千葉県松戸市内に、同年7月からは、東京スカイツリーイーストタワーの同一フロアに、2016年1月からは、東京都千代田区の同一ビル内に置いている。自社製品の開発や、案内状況などを女性社員の目からアピールする、形の、カホタンブログ、朝のノンブログといった広報ブログを展開。 関係するメーカーにも、積極的にブログを保有させ、情報の広範囲にわたる発信を促してきた。ユーザーと足並みを揃えた形の経営方針は、同系列会社のマックスファクトリー社長、マックス、渡辺の、業界随一のホビー好きが社内に浸透したゆえんとも、言われている。同社のイメージマスコットとして展開されるキャラクター。 本来はグッスマホ詩人の方が公式のマスコットである。グマコは2008年4月1日に公式ブログでエイプリルフールのジョークネタとして公開されたグッスマうどんのマスコットキャラでありグッスマホ詩人を女の子に着せたようなデザインをしている。ただしうどん屋のマスコットということもあって頭部から伸びるツインテールは実はうどんである。グマコは本来 エイプリルフールネタであったため4月1日限定仕様のはずであったが、社内外から好評を博し、結果的にそのままもう一つのマスコットキャラとして定着している。なお、グッスマホシジンフィギュアは、グッドスマイルカンパニーの名刺としても用いられている。俳優、タレント、声優の育成、マネジメントプロモーションを行う部門として設立。 2012年5月16日をもって閉鎖。グッドスマイルカンパニーグッドスマイルフィルム。ありがとうございます。